ボロです。今日はこちらの色違いの海竜をランクまで使います。まあ、海竜といえば、初代からいる600族で特性マルチスケールを手に入れたことによって今でも環境へ暴れ回っているポケモンなんですけど、皆さん、使い方がなっていないということで、今回私は、改めて育成してきて今回使っていきます。はい、まずは技はこんな感じです。竜前ホノパン神パンレイパンです。はい、ちょっと金ねじきを彷彿とさせるような構成なんですけど、この海竜の方が今めちゃめちゃに強いんですよ。まあ、竜舞っていうのはマルチスケールを持ってるので安定して竜舞積んで、まあ、飛行ドラゴンタイプなんですけど、それを一切省いて、ホノパン、神パン、レイパンを取り入れました。で、こんだけ3つあれば、いずれかをね、弱点をつけるんですよ、ほとんど。で、まあ、ホノパン、神パン、レイパン、どれも威力75なんですけど、まあ、竜舞を積んだりとか、海竜の元々の A134 と相まって、これがとんでもない威力になるわけです。で、まぁ、今回マルチスケールなので、今回命の玉ではなく達人の帯を持たしていることで、弱点をついた際の、火力の底上げも申し分ないです。はい。で、今回、S をね、S 確か挑戦したいんだ。S の実数値が、竜舞を1回積むと、116にしたんだけど、S が、1回積むとドラパルトまで抜けるように調整したので、今、これが、最大に強いです。海竜からなら、ボックスからなら、ちょっと声が聞こえたんだよ。散々、苔に仕上がって。緑色の苔だけ。それじゃ、行ってみよう。お願いします。で、これまためんどくさい顔ぶれだが、これエルフンから開幕行ったら相手結構きつくないか。これエルフンから開幕行って、海竜は当然控えに入れておく。あ、ソルガレオで行こう。さあ、何から来るかといえば、ここでロトムからか。で、ここでロトムとか、普通にめんどくせえが。これ、ヤドリギから巻くか。うん、これ、ヤドリギから巻いていいわ。ヤドリギから巻いて壁とかを張っていけば、なんとかなる。このヤドリギ結構相手にとっては、ごめん、ごめん、そうか、ごめん、間違えた。ごめん、ボルチェンや。もうマジ忘れてた。完全に助けやがった。いやもうごめん、ボルちゃんって今自分で来たやん、忘れとった。まあここでザシアンが来てしまうが、いやこれに関してはどうする。しびれ粉から入っとった。うん、これしびれ粉から入っていいと思う。これしびれ粉から俺行きます。いや、ここ当てんのはマジで偉い。25% を引かない男、ボロでございます。まあ、今日ちょっと、もうこれは正直、十分すぎるほど働いた。で、十分すぎるほど働いたので、ここで、でもただ壁を張っておけばよかったという後悔が苛まれるが、ここはもう海竜行こう。で、ここで海竜で相手が仮にじゃれつくでも、マルスケ込みで一発は絶対耐える。マルスケで絶対耐える。で、なんなら相手が麻痺を引けば美味しすぎるんで、ここは勇気を持って、竜舞します。このロトムってさ、電磁波覚える？こいつが仮に電磁波を覚えるのであれば、即刻に倒さないと終わる。放電か、あと。放電とかが覚えるんで。ごめん、普通に電磁波を覚えるわ、このゴミカス。普通に覚える。で、ごめん。すげえ、とんでもないほどの、あれかもしれん。こいつ一番、強敵や。レイパン一発いっとくか、じゃあ。ごめん、レイパン一発いくわ。あ、買って。もう、ほら、電磁波巻いとけばいいみたいな、お前さ、ほんとに。ニトリにいるぞ、こいつ。いや、お前さ、これはちょっとめんどくさすぎるわ。いや、でもごめん、リュウマやるしかないわ。でも結局相手ボルチェンとかやろ。うん、結局ボルチェン等々だと思うんで、ここでリュウマ詰めるだけ詰むわ。結局 25% を引かなければ、火炎玉か。火炎玉なら別にいいか。これ火炎玉ならむしろいいか。
これ麻痺なんで、これ火炎玉が効かないというのが非常にいい。これでしかも龍舞がちゃんと動いてくれる、この素晴らしさ。これ S が下がってるだけで、決して別に A が下がってるわけじゃないんで、そこでここを満足して相手はボルトチェンジを打ってくる。で、まぁ、丸助もしっかり剥がされるなんで、ここでスカーフ海洋部が普通に来られると終わるか。スカーフ海洋部が来るとここで、え、ザシアンなら、え、これザシアンやったら、これ多分普通にホノパンで落ちるわ。はい、ここザシアンであれば、ここ普通に炎のパンチで突破？いや、行くしかねえわ。これもう大パン行きます。これ相手が石化とかも、いやーでも負け、もうどうしろ、もうそれでいい、それで全てが解決する。で、あいつ多分モスノーで全抜きを始め狙ってきたんだとは思う。これ頼む、耐えろ。これギリギリ耐えるわ、多分ギリギリ3回殴れる。いや、これで俺ここちょっとテクイペル見せるわ。これ相手絶対に、アクアジェットなんですよ、マルチスケール剥がすために。なのでそこを読んで俺リュウマイ積みます。ここでガムシャラを打てるわけがない。なんで、うん、お願いします。で、相手はこれまたどれもめんどくさいが、まあカバルドを読むのであれば、これユクシーから入るか。これユクシーから入って、まあ裏は海流で、まあミニキを入れておいてもいいか。これメタモンでパクられた場合とか、とうとういろいろ考えて、これミミッキュでいいわ。バドレックスにもミミッキュでいいはず。さあ、何から入ってくるか。ほーら、カバルドンとか来た。で、ここカバルドンが来たのであれば、ここより先に神秘の守り張ります。ここで神秘の守りを引くことで、相手は強制的に、あれか、吹き飛ばし等々がなければ、相手は何もできない。これ神秘の守りで。で、なんならこれ、お気味上げ打って龍舞チャンスとかでもいい。うん、ここ一発新魔も。はぁ、はい、不思議なオーラで俺は今守られております。で、まあバドレックスとかサンダーとかいうタスキゲーマとはサンダーがいるんで、ここはステルスロックを安定で巻きます。で、まあステルスロックをおそらく相手は巻いて、てくるはずだが、うん、まあ、ステルスロックは巻きたいな、どうしても。まあ、これで、海流の丸助の剥がされんのは、実はめちゃめちゃ痛い。めちゃめちゃ痛いが、うん、これ、海流めちゃめちゃ痛いな。海流めちゃめちゃ痛いが、まあ、ここはさすがにあくびでいいよな、さすがに。うん、ここでカバルドに対してあくびが入る。で、相手吹き飛ばしとかあるんかな。あー、もうめんどくせー。いや、でもここ海流出てくればいいか。うわ、来た。ちょっと待って。海流が来て。だから丸助もごっそり剥がされて。きついが、ここ龍舞。いや、まあでもごめん、ザシアンが普通に飛んでくるか、これ。ザシアンが飛んでこないわけがない、女。それか、ここもうワン相手吠えるか。あ、もうワン吠えるか。カバルドも眠ってもいいってことか。相手が眠る。もうラムの実はありえないんで。いや、ここさ、じゃあ置き土産行くわ。これカバルドン引いてくるんかな。引きはない。では、ここで置き土産をバチバチに入れて、で、これなんとか相手が、あー、でも引いてくるか、さすがに。神秘の守りがあと1ターンだか ?2 ターンか。あ、終わったわ。一旦ここで終わってしまったが、まあ、ここで海流再度降臨して、で、まあ、ステルスロックダメがちょっとめちゃめちゃ痛いが、いやー、あえてカバルドンさ、なんかもうかけ、ワンチャンかけてこないか。基本的に大魔、ほら、大ドラグーンと大ジェットしかないんよ。基本は。海流なんて。ただ、ここで相手が、
いや、これ相手がもう一旦寝てくれれば、あるわ。これもう一旦寝てくれれば、これ雑誌も抜けることができるので、ちょっと、ここ寝てくれここ寝てくれば、うわーうわーぐっすりお休み、どうするで、であれば、ここで三種の神器が登場。ホノパン、レイパン、カミパンという金ねじきの再来です。はい、ここでこれは大マックス。で、相手は大ドラグーンだとか、大ジェットしかないと、思ってるはずです。だが、はい、この海竜、三種の神器持ちです。美しい。すいません、会話側のランを見た瞬間になってしまいました。で、はい、取り出したのは、なんと、大アイスが、飛んでくると、二段階上昇、達人の帯は。カバルドンをワンパン。ちょっともう、これは、海流では見えん光景よ。で、ザシアンとかこれ来ても仮に、普通やったらもう大ジェットくらいしか打点ないんよ。だからそう、ここで、じゃれつくで当然落ちるんだが、はい。三種の神器。皆さん覚えてますか？ホノパン、レイパン、カミパン、三種の神器、すべてに対して弱点をつけ。タイプ1。そして達人の帯。ダイバーもう、あえては困惑。困惑しかないやろ、これ。一切型が読めない。カバ雑誌というもう環境メタポケモンを。で、まあ、これにここでメタ、ああここでサンダーが来るが、まあ、AT が HB ぶりであったとしても、これも普段やったら弱点がつけません。まあ、ここあれか、大ウォールから入ってくるか。うん、大ウォールから、まあ、おそらく入って、で来るか、うん、おそらく大ウォールからか。ただ仮に相手がこれゴリゴリのアタッカーであって大ウォールを持ってなければ、あーってことはこれあれやな、物流系かな、羽休め媒体のやつなので、おそらく、いや、ただ HBV、 いや、どうだ、2段階上がっていれば裏ミミッキやし、二段階上がっているんで、しかも命中を、命中不安定がありません。これ命中100なんで。威力150で、帯によって 1.2 倍なので、普通に強い。普通に火力的に申し分ない。レートパンチ。あ、消えちゃう。これ、これはさすがに。ちょっと待って。強すぎるやん、こんなん。